私の名前はノーブル。よいしょ。我が名はケイトシン、猫の王様にゃん。ケイトシンはこの種、私の名前は小鳥であずき。子供こそあるときはキノコの猫。またあるときは私はオーウィズ、各地を放浪しながら避難をしている。我が名はケイトシン、猫の王様にゃん。あなたがいる。我が名はケイトシン、猫の王様にゃん。ケイトシンはこの瞬間勇者。勇者様、小さかった勇者様が今はこうし、天空予報士は天候の予測はもちろん、面倒ごとはごめんなんだけど、勇者の頼みとあっちゃしょうがないか。今の旅の仲間は種族も性格もバラバラ。ずっとダラダラ生。勇者、何か欲しいものある？いろいろ仕入れておいたから、売り切れる前に見ておいて。あ、一応言っておくけど。おい、あん、勇者様、小さかった勇者様が。小さかった、いつも驚かれるのだけれど、体調が優れない。決めますわよ。悪いがやらせてもらう。逃げられないっての。ほら、消えろ。せーの、お姉ちゃんパワー発動。サイトごめんよ。消えなさい。どうよ、ユース。気だらけでしょ。悪いがやらせてもらう。逃げられないっての。邪魔くさい。行け、お姉ちゃんパワー発動。ちょっとごめんよ。そこだぞ、そこだ。勇者様、おけがはございませんか。あら、あそこの畑、さっき見たときは荒れ放題だったような気がしたけれど。あ、本当ですね。土が耕されてます。一体誰がやってくれたんでしょうか。まさか、こいつがやったなんてことはないわよね。せっかく整備された畑、絶対に荒らさせたりしないですよ。決めますわよ。悪いがやらせてもらう。邪魔くさい。せーの、お姉ちゃんパワー発動。そこだね。消えなさい。そこだ。そこね。もう飽きた。終わらせるぞ。愚か者めよ、私を本気にさせたな。守るために戦います。そこですよ。そこね。邪魔くさい。せーの、ちょいとごめんよ。好きだらけですよ。悪いがやらせてもらう。
邪魔くさい。行け。そこだね。消えなさい。悪いがやらせてもらう。逃げられないっての。邪魔くさ。せーの、お姉ちゃんパワー発動。ちょいとごめんよ。そこですよ。そこだ。勇者様、おけがはございませんか。決めますわよ。悪いがやらせてもらう。ああ、もう面倒ね。邪魔くさい。いけ、お姉ちゃんパワー発動。そこだね。そこだぞ。そこだ。そこね。よかった。これで守りたいものを守れましたね。そろそろ魔物の討伐はいいかしらね。はい、お二人ともありがとうございました。とっても助かりました。いいのよ。これはあなたの頑張りですわ、ボルティ。言ってもらえるとありがたいです。でも、あの耕された畑、一体誰がやったんでしょうか。あと、考えててもしょうがないですね。村に戻って休憩しましょう。私、お茶入れますね。あら、なんだか村が騒がしいわね。騒がしい理由はそれだけじゃないよね。見て、村の人が戦ってるみたいだわ。本当です。あんなに怖がっていたのに、なんで。あ、フォルティが帰ってきた。フォルティ、少しは手伝えたらなって。あ、みんなに薬草をあげたんだ。フォルティが頑張ってくれたよって。このくらいはやらなきゃなって思ったんだ。フォルティ、さっきはすまなかった。薬草ありがとう。それじゃあ、今度はみんなで村を守りましょうか。はい、よし、行きますよ。隙だらけですよ。悪いがやらせてもらう。邪魔くさい。せーの、お姉ちゃんパワー発動。ちょいとごめんよ。消えなさい。たん、そこね。もう飽きた。終わらせるぞ。愚か者よ、私を本気にさせたな。守るために戦います。そこです。
そこだ、そこね。ほれ、消えろ。せーの。ちょいとごめんよ。決めますわよ。よかった、これで守りたいものを守れましたね。決めますわよ。終わらせようか。逃げられないってよ。ほれ、消えろ。行け、お姉ちゃんパワー発動。そこだね。そこだぞ、そこだ。くらいなさいって。もう飽きた。終わらせるぞ。私を本気にさせたな。守るために戦います。うむ、当然の。決めますわよ。悪いがやらせてもらう。ああ、もう面倒ね。ほれ、消えろ。せーの、お姉ちゃんパワー発動。ちょいとごめんよ。消えなさい。そこだ、くらいなさいっての。もう飽きた。終わらせるぞ。愚か者に、私を本気にさせたな。うむ、当然。やりました。ええ、上出来ね。これでこの村の周りには魔物がいなくなったでしょう。本当にお二人のおかげです。ありがとうございました。さっきも言ったけれど、これはフォルティの頑張りの成果よ。あなたが頑張らなければ、村の人たちは今も家の中で怯えていたでしょうしね。でしょうか。そうだよ、フォルティ。フォルティが頑張ってる姿を見たから、自分も何かしなくちゃって思って。なるほど。村の畑を整備したのはあなたってわけね。は、はい。ありがとうございます。いや、いいんだよ、あれくらい。それにフォルティがいなかったら、魔物が怖くて整備なんてできなかったろうし。フォルティが周りに与えた影響はかなり大きいみたいね。さて、勇者様、お疲れでしょう。ひとまず今日はこの村で休むとしましょう。あ、お二人ともお茶を入れる約束でしたよね。どうぞ、私の部屋に泊まっていってくださいね。好きだらけですよ。悪いがやらせてもらう。行け、お姉ちゃんパワー発動。ちょいとごめんよ。消えなさい。
そこだ。そこね。調子に乗るなよ。愚か者め、私を本気にさせたな。守るために戦います。そこですよ。そこだ。くらいなさいっての。ほれ、消えろ。せーの。ちょいとごめんよ。好きだらけですよ。悪いがやらせてもらう。あー、もう面倒ね。ほれ、消えろ。いけ。うむ、当然の結果だな。勇者様、何か考え込んでいるようですが、もしやこの村の近くに住み着いたという魔王軍の魔物のことを考えていたのでは。はあ、やっぱりそうでしたか。いえ、勇者様の考えることはわかりますわ。生まれた時からお世話をさせてもらっていますから。勇者様が考えている通り、その魔王軍の魔物とやらを倒さない限り、この村に明るい未来は待ってはいない。先日のフォルティの頑張りのおかげで、村の者たちは少し勇気を取り戻したようでしたけれど、さすがに彼らだけでは魔王軍の魔物は倒せない。勇者様、ご自分で倒そうと思っていますわね。お顔を見ればすぐにわかりますわ。わかりましたわ。それでは私たちでその魔王軍の魔物とやらを討伐いたしましょう。確か近くにある洞窟に住み着いているとフォルティが言っていましたわね。場所を他の村人に聞いて。ちょっと待ってください。フォルティ、いつからそこに。すみません、話は聞かせてもらいました。魔王軍の魔物を倒しに行くって。よかった。どうやら勇者様の正体はバレていないようですわね。あ、何か言いました？いえ、何でもないわ。魔物を倒しに行くの、私も一緒に行きます。言うと思ったわ。けどいいの？かなり危険な戦いになるかもしれないわよ。いいんです。本当は怖いですけど。でもこれはもともとこの村の問題でしたから。この村に暮らす私が解決しないといけないと思うんです。だから私も行きます。分かったわ。けど絶対に無理はしないでちょうだいね。はい、それじゃあ準備をしてきます。待っててくださいね。あの子、本当に勇気があっていい子だわ。でもだからこそ危なっかしいのよね。まるで小さい頃の勇者様のよ。私がフォルティをすぐに気に入った理由はもうお分かりでしょ。それはそうと、勇者様もご準備を怠らないようにしてくださいね。準備ができたら私に話しかけてください。
村の出口で待っていますから。隙だらけですよ。終わらせようか。逃げられないってよ。ほれ、消えろ。いけ、お姉ちゃんパワー発動。ちょいとごめんよ。そこですよ。そこだ。そこね。調子に乗るなよ。愚か者め、私を本気にさせたな。守るために戦います。消えなさい。食らいなさいっての。邪魔くさい。せーの。ちょいとごめんよ。好きだらけですよ。終わらせようか。ああ、もう面倒ね。ほれ、消えろ。いけ。いつも驚かれるのだけれど、